ごきげんよう。なんかいつもと経路が違うわね。今回は南阿蘇鉄道に乗車していくわ。ちょっと旅動画らしくなったじゃない。最初の駅はここ高森駅。1928年2月12日に高千穂線とつながり、九州横断鉄道の一部となるために開業したわ。でもトンネルからの異常出水や国鉄の破綻で、九州横断鉄道建設は中止。すでに開業していた区間は国鉄高森線として存続することになったわ。その後国鉄から南阿蘇鉄道に転換。現在の平日ダイヤは普通列車3往復のみ、土日祝は普通列車1往復と今回のトロッコ列車、ゆうすげ号が4往復運行されているわ。駅の利用者は2018年時点で1日平均84人。新宿駅の 9.3 秒相当の利用者ね。要は国鉄時代の無計画延伸で、チューブラリンになった駅ってことね。身も蓋もないことを言わないの。現在は熊本地震で橋やトンネルが被災して、高知本線立野駅と接続できなかったり、コロナ禍での観光客減少を受けて、苦しい経営状態が続いているわ。経営が苦しい理由は本当にそれだけなの？どう見ても別の理由がありそうな気がするんだけど。列車が動き出すから私たちは黙りましょうか。はい、それではトロッコ列車ゆうすげ号発車でございます。はい、それではホームの方をご覧いただきますと、本日出勤している全社員でのお見送りでございます。見ていきます。はい、今日は2人しか出ておりません。はい、駅員メイン2人と、車掌と運転士合計4人だけの出勤でございます。とても少ない人数で、この鉄道会社を運営をしております。そして駐車場をご覧いただきますと、トランキーなどを乗っております。熊本県内にはですね、至る所にワンピースの麦わらの一味が建てられております。つい先はですね、トワレモと呼ばれる熊本市内から阿蘇に来るコースの途中にございます、萌えの里というところに波の道路が建てられました。この高森駅にございますトランキーなどの
いいけどなかなか揺れたわね。トロッコ列車なんだから、それも一つの趣よ。ここ三原市台駅は1986年10月1日に開業した、一面一線の防線駅ね。昔は駅名通り展望台がある駅だったんだけど、老朽化で今のログハウス町の駅舎となったわ。利用者は2015年時点で1日平均1人、新宿駅の約 0.11 秒分相当の利用者ね。2016年冬に放映されたキリン午後の紅茶の CM で、撮影現場となった園で、自動販売機が置いてあるわ。なんでこんな何もないところで撮影したのよ。しんみりとした CM だったし、むしろ何もないのが良かったんじゃないかしら。連続で放送されました。中でも2018年の CM では、富士市ボカちゃんがですね、ホームで立って HY の366日を立っておりました。実際ですね、この位置で立っております。はい、なぜわかるかと言いますとですね、テープが立ってあるんですね。撮影隊の方がいろんな場所にですね、立ち位置をテープで、印をつけていっております。はい、それではすぐの発車でございます。ドアが閉まります。ご注意ください。そして当然のように乗降車ゼロ。と、観光列車だから仕方ないわ。それじゃあ私たちはまた黙りましょうか。で、この三原市台駅ですね。で、そのままの通り、大変見晴らしが良いことから名付けられました。それでは山の方をご覧になってみてください。はい、見晴らしはでございます。建てられた当時はですね、この駅2階建ての展望台風の列車でございました。そしてこの木もですね、まだ成長しておりませんでしたので、山の姿をですね、きれいに見渡すことができたんですね。でしかし現在では、この木もだいぶ成長してしまいまして、列車も改装されてしまいましたので、現在少々見晴らしが悪くなってしまった駅でございます。有名な観光地白川水源の最寄り駅にまもなく停車をいたします。
海外行かれたことはございますか？行ったことない方もいらっしゃいますね。とてもいいところですよ。埋葬地ですね、日中海60トンというとてつもない水が出ております。昭和60年に日本の名水100選に選定をされました。とても綺麗なですね、水源地でございます。そして水戸放送右側をご覧いただきますと、緑色の土管屋根の建物が見えてまいりました。こちらの建物は黒川水源でされたお水を試しに入れていただくですね、放送でございます。はい、それでは南阿蘇水源駅に到着です。名前と違って見晴らしが悪い区間へ抜けたら、今度はちょっと綺麗な駅ね。列車を待ってる家族連れもいるし。2012年3月17日に開業した南阿蘇白川水源駅よ。ここ南阿蘇白川水源駅は地元南阿蘇村からの西岸によって開設された白川水源の最寄り駅よ。駅舎兼コミュニティ施設の建築費3500万円は、すべて南阿蘇村が負担することで建築されたわ。水源に近いこともあって、ふんだんに水を使った駅舎ね。1日の乗降者数は2015年時点で36人。これは新宿駅の約4秒分相当の利用者になるわ。そして駅舎の中には今は亡き白川第一橋梁を行く、高森行きの金剛列車の写真が飾ってあったわ。今は亡きってどういうことよ。維持できずに亡くなったの。違うわ。白川第一橋梁は熊本地震で、甚大な被害を受けて架け替えざるを得なくなったの。2015年には土木学会から戦勝土木遺産に選定されたばっかりだったのだけれどね、本来ならこの日薄毛号も白川第一橋梁を経て立野駅まで営業運転していたのよ。景色はいいかもしれないけど、このトロッコ列車であの橋の上を通られるのはちょっと怖いわね。窓もないし、かなり高さがある橋みたいだったし、かつては日本一水面から高い橋だったからね。今は2023年夏の全線開通を目指して来年1月の工事開始を待ってるところよ。2年後の夏には治るのなら全通してから来ればよかったじゃない。逆に言えば高森、中松間しか営業してない。夕杉号には今しか乗られないでしょ。それじゃあ私たちはまた黙りましょうか。はい、ホームのですね、柵をご覧いただきますと何やら絵が描かれておりますね。青い何かとピンクの何かと茶色い何かが描かれております。この絵はですね、真正面から見たら見ることができません。斜め先を見ますと絵が浮き上がるようになっております。あ、そうですね、青い蝶々と桜の木と、茶色い鳥が描かれております。この3つですね、すべて南阿蘇にまつわるものが描かれております。青い蝶々は火山性の高原に生息をしております。絶滅危惧種のオールビシジュ。そして桜の木は高松の近くにございます一心業の大桜。樹齢400年黒本でもですね、随地の桜の名所のスポットでございます。そして茶色の鳥はこの南阿蘇村の鳥、紋章ですね、紋白と呼ばれる鳥でございます。はい、進行方向左手に見えております山は南外輪山でございます。この南外輪山ですね、駅にガス管があるのよ。ここは阿蘇白川駅にはカフェ75年ステーション、
という名物カフェがあるの。阿蘇白川駅は1928年2月12日に開業、1962年4月1日に民間委託駅となり、1971年2月20日に無人駅となったわ。表にはさっきも言った名物カフェの看板もあって、とんがり屋根の教会のような外観は、昔の映画やドラマに出てくる喫茶店のようね。ボロだけどね。この駅には喫茶店の他にもう一つ名物があって、それがこの阿蘇白川駅の駅長室よ。文字通り犬小屋のようだけど、狭くないのかしら。そうじゃなくて犬の駅長さんなのよ。今は2代目のゆう駅長ね。肝心のゆうくんは見当たらないみたいだけど、あいにく今日はお休みみたいね。下の駅名表の下に全くこの駅と同じ形をした犬小屋がございます。今日は代わりにですね、駅長の代わりということで犬の置物が置かれております。誰か手を振ってるけど、この人は駅長じゃないの。その人は駅のカフェのオーナーさんよ。人生の楽園で紹介されたこともあるみたいね。それじゃあ私たちはまた黙りましょうか。はい、それでは次の発車でございます。動画しまいります。ご注意ください。はい、それでは津田のマリコさんのお土産でございます。お願いします中央のやや右側をご覧になってみてください。ちょっと小さいですけどね。池の中央のやや右側、こちら側に背を向けて座っているカッパさんがおります。でそれではですね、ここのカッパ伝説について少しご紹介をさせていただきます。でこの池にはその昔、男の子のカッパと女の子のカッパが2人仲良く暮らしていたと言われています。しかしその男の子のカッパが人間に悪さを恐れたので、神様が怒って、そこに絶対的に追いやってしまったと言われております。実際にご覧いただきましたカッパは、この男の子の体重を首相に持っている女の子のカッパでございました。さて、ここ熊本県といえば、加藤清正さんが出場いたしました熊本城が大変有名でございます。石垣の中から綺麗な水が湧き出ております。
ここの水源地、名前をですね、吉田城御殿城組田といいます。その名の通りですね、吉田城のお殿様に献上した水汲み場、吉田城御殿城組田でございます。でこの水の中にはハムリサイトと呼ばれる粘土鉱石の物質が含まれております。粘土鉱石というのはですね、体に悪いものではございません。お酒とも大変相性が良いお水でございまして、ここの水を持って帰ってですね、焼酎の水割りにされたり、また凍らせてロックにして飲みますと大変美味しくいただけます。で、さて積み木にもう一つございまして、進行方向右側に立派な門構えのお屋敷が見えてまいりました。ちょっとこの位置にですね、吉田城があった場所と言われております。終点って早くない？途中で徐行運転したのに25分くらいよ。次の南阿蘇水の生まれる里白水高原駅からは、被災が大きかったから
ら仕方ないじゃない。駅の名前が長くて全く聞き取れなかったんだけど。仕方ないわね。それじゃあもう一度、南阿蘇水の。次の駅の名前はもういいから。ほら、ここの説明は。あ、そうだったわ。ここ中松駅は1928年2月12日に開業。1986年4月1日に南阿蘇鉄道に転換し、翌年の1987年4月1日に、今の先鋭的なデザインの駅舎に改築されたわ。そのデザインのせいで鉄骨の錆が丸見えだけどね。ホームは総対面式に面2線を構内踏切で接続。南阿蘇鉄道線内で唯一の交換設備もあり、今回乗った縦の方面行き上り列車は、本来なら2番線に入線していたんだけど、今は全ての列車が1番線に入線しているわ。駅舎内のカフェは休日のみ営業されているそうよ。南阿蘇鉄道の沿線中、カフェばっかりね。今回の旅はここでおしまいね。今乗ってきた夕杉号はここで折り返して、高森駅への帰路に着くことになるわ。ここまで乗ってきても田んぼと山ばっかりなんだけど、そりゃ経営が苦しいわけね。もう少しオブラートに包んでいってちょうだい。南阿蘇鉄道は通常運行の他に限定ショップや、今回乗った観光列車や貸切列車の運行、枕木オーナーの募集や記念レール販売もやってるわ。限定ショップは駅名キーホルダーや鉄印帳などの、限定商品が高森駅やネットで購入できて、枕木オーナーは1万5000円で優待券4枚と枕木への、名前やメッセージ入りのプレートの設置ができるわ。涙ぐましい努力が見えるわね。2023年夏の全線復旧に向け頑張ってほしいわね。それじゃあ今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。